皆さんこんばんは、レホンです。今回は最近練習しているブラピを使っていこうと思います。ということで、ブラピが好きなのもありましたね。最近練習をしているのですが、せっかくなのでね、動画化しようということで、シリーズ化になるかはわかんないですけど、最近すごい使っているので多分シリーズ化するかなと思います。ということで、ブラピはね、ピットの劣化版とか言われてますけど、劣化版です。劣化版なんですけども、まあ、差別化できるのは何だろう。横 B はどうなんだろうね。よくわからんけど、その差別化できるのはこの NB かな。操作精度が悪いけどダメージが強いのかな、わからんけど、まあ、結局はピットが強いんですけども、まあ、キャラ愛で僕は使っていきたいなと思います。よし、こうやってバスと結構ね、主導権を握ってね、まあ、ピットも一緒なのかもしれませんが、結構ね、すごい試合をね、コントロールできるというかね、すごい強いですね。でね、やばい時には横火でね、こうやって強引にね、突っ込むこともできるね、すごい楽しいキャラクターでもございます。おっと今の矢は、矢のね、使いどころも難しいですけどね。おっと、そっちか。あー、まあ、別にめちゃくちゃ軽いわけでもないって感じですね。ひょきとしてもね、こういう感じでちょっとね、阻止していくこともおーできるんですけども、まあちょっと今のはうまいことやられましたね。ということで、白投げ空上のコンボではございますが、おっと、あのね、ブラピのコンボがね、わかんないんですよね。あ、やべえな。主導権はゴリラにあり。あー、今の当たらんのか。ゴリラなら当たるかなと思ったけど、ただ偏見やな、それは。当てていかない。掴んでき回避、オッケー。あー、メテオしたかった。メテオもね、しっかりね、まあ判定というかね、威力は弱いんですけれども、おっと、当てれない。店を狙っていくからね、メテオもあるんですけれども、まあ 100% ぐらいいかないとね、しっかり落ちないって感じが、まあブラピの魅力。かっこいい。いや、ほんとブラピかっこいいですね。ほんとにめっちゃかっこいい。ということで、少しラグがありますが、ガノンおじさんと対戦していこうかと思います。ガノンおじさんにね、どれだけ有利を取れるか。ブラピのね、評価がよくわかんないんですけど、まあ、しっかりこうやってね、発生の早い技でね、押し付けていけば、おじさんもね、なんとか勝てるのかなと思いますけど、ちょっとそっちは、ダメだって。ちょっと、ラグいけど、あっ、オッケー、電飾か。DA がね、なかなか驚異的なんですけれども、DA と上スマとね、この下強がね、すごく使えるということで、空前当ててきたいが、あのね、崖には横強が有効という、すごいね、これ優秀なんですよね、横強。って言ってても、ダメなんですけど。カモン!掴んでもらってなんかしようかなと思ったけど、無理。ラグい、ラグいよ。ラグくても DA は刺さるというね、すごい高性能で、下スマ、こういうね、後突きに下スマがね、ぶっ刺さりなんですね。いや、これは強い。横強やらかしい。こうやって、おお、受け身取るか。あー、さすがにな。やらかした。狙ってるな。見てわかったわ。前投げ。あ。ああ。来い。ラグいな、ほんまに。回避上がりな。思いっきり読みを外していく。前投げ強いね。前投げバーストもね、割と可能という。あ、今の当たっちゃうんだ。なかなか、やっぱりいいっすね、このキャラ。ということで、ね、下投げ、上スマのコンボで、パーセントを稼ぎたいが、電飾か。こういうね、後すきにも電飾か。回避上がりにも電飾か。暴れにも電飾。おぉ。せっかくの3連続読みが失敗する。あー、でも、上スマは上にしか判定なのか。なんかまあ普通のことかもしれんけど、ちょっと悲しかった。つかましてほしかったけど。で、今日、おぉ、今の、買ってくるのか。デッキ来い。さすがに。おぉ、とか言ってたら来るんか。あー、ハッハッ、よし、メテオ。おー、
しょぼくね、しょぼくね、かっこいいやろ。ブラピとメトロはしょぼくない。ね、ブラピもね、僕初心者なんで勝てるかわからんね。ミュウツーか、いいね、やっていこう。ミュウツーならあの技が使えますね。この下火反射なんですよね。反射もできて、あの復帰阻止のためにね、拒否していくことも可能という、割と便利な技。下スマでしっかりダメージ当てて、あ、上スマがしたかったね。クーベル当たらないね。なかなかね、クーベルの判定が難しかったりもするけど、おっと、電子ショッカー見せていく。おっと、当たっていく。オッケー。電子ショッカーはね、早期バーストができるね、なかなかのロマン法ではあるんですが。もう死ぬじゃん？結構飛ぶね。これ90あったら死ぬな、これ。ミュウツー。オッケー、あっ、おー、しっかり当たるか。おっと、クーベルいやらしいわ。おっと、当たらんか。 DA、 OK、 上しっかり押しバースト、いいですね。クーベルもなかなかね、すごいバーストもできるね。しっかり美味しい技ということで、意味がわからない今の何しっかり美味しい技って。電子ショッカー当ててくれても、おお、全然当たらんやん。いやー、当たんなくてもね、いいんですよ、全然。使っててね、楽しいですね、ブラピは。まあ、圧倒的な戦力差だとかなり面白くないんですけど、すごいね、同レベルの方とやるとね、なかなか楽しいんですよね。おっと、当たらんか。溜まってるから、これ、ワンチャン、跳ね返しで、バーストできるかな。打ってこい。さあ、さすがにか。もう一回。お、あ、危ない。あんな感じでね、操作ミスをしてしまってもね、ワンチャン戻ってこれるっていうね、やっぱりいいですね、ピットとかブラックピットはね。空港当てていき。おー、ハンバーガーしちゃったわ。意味がわからんわ。挟んじゃったわって意味、シャドーボールをね。電子カレー倒していく。オッケー。ということで、今回はここまでです。またね、もしかしたらシリーズ化するかもしれないです。すごいね、僕も、ブラックピットを使える実況者として、まあね、名を上げていこうかなと思います。ということで、ご視聴ありがとうございました。また明日お会いしましょう。バイバイ。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。質問や検証してほしいことありましたらコメント欄によろしくお願いします。では、また次の動画で。